ちゃこんにちは。さあ来シーズンは中日が熱いというところで、はい、多分熱くなると思うよ。ですよね、うん、戦えるメンバーが、まあ、中田が入ったことによって、はい、まあ、勝負強さが上がるというか得点が上がると思うんだよ、うん、ただ中田翔だけではダメなんだよね。 そうです。だそこには相乗効果がないと、うん、まあ、例えば細川であったりだとかさ、石川がいい影響を受けて勝負強さを発揮するとか、はい、まあ、細川と石川っていうのはもともと勝負弱いとは俺思わないんだよね。ただやっぱこういい見本というか、はい、まあ、そういったバッターが入ったし、で中島っていうのもやっぱ勝負強さっていうのはね、で通算で2割9分2厘かなんか、はい、あれだけこうキャリアを積んできてその数字をまだ保ってるっていうのはさ、相当レベルの高いバッターなんだよね。そうですよね。だからいい見本が入ってくるっていうのはさ、すごくいいことだしね。ですよね、うん、というわけで今回の動画は、はい、来季の中日大予想というところで、構想の大予想です。大予想、はい、まずは中田翔選手が入ってきたことによって、まあ、ファーストは埋まったよな。もうここはレギュラーでっていうところですよね、はい、まあ、その確約がないと、はい、まあ、確約っていうのはなかなか難しいけども、でもある程度の確約がないと入団には至らないでしょ。ね、巨人を自由契約になってまでっていうところなので、はいはい、まあ、2年で6億円っていう推定、そうですね、そうですけれども、はい、じゃあもうファーストは、まあ、中田選手で、はい、そこの、まあ、バックアップというか、例えばちょっと休ませようとか、例えばちょっと休養ってなった場合は、ここはファーストって他にどうなってきますか。まあ、これは、うん、例えば石川をサードの予定だけども、石川をファーストにしてサードに仮捨て入れるとか、だからそういうコンディションをこういじれるだけの選手たちはある程度揃ってきたよね。例えばその時に代打要員ではなくて中島選手をその日はじゃあスタメンからとか、まあ、それでもあると思う。あと宇佐美選手も、まあ、キャッチャーファースト両方なんですけど、はい、この宇佐美選手の立ち位置っていうのはどうなってくるんですか、うん、だからまあ俺が考えるのは、まあ、中島が右の切り札だったとしたら、宇佐美が左の切り札、うん、的な存在になってくれるのかなっていうような感じはするけどね。と、うん、いうことは宇佐美選手はレギュラーとかスタメンレギュラーってことはちょっと、それはなかなか難しい。中田選手が入ったことは、うん、それは難しいよ。でキャッチャーには木下がいるし、そうですね、うん、レイシバス選手やっぱ木下と宇佐美を考えた時に、うん、木下の方が1枚1枚半ぐらい上手だよ、うん、そうですね、うん、だからそういった意味では木下は外せないよね、キャッチャーから。ですよね。あとキャッチャーというところでいうと、まあ、石橋選手もいる中で、はいはい、じゃあそうすると石橋選手と宇佐美選手っていうのが、いやだからその木下の次に2番手として石橋、うん、で3番手で宇佐美がいて代打の切り札として存在するという、はい、そういう図式じゃないかなっていうような気はするんだよね。宇佐美選手バッティングすごいいいじゃないですか。いやいいいいって言われてても、はい、あのさ、無理やりポジションを作るっていうことが一番危険なんだよ。これなぜかというと網でも破れた網になってしまうとさ、はい、そこから魚がどん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 逃げてしまうような、うん、そういう形になってくるから、だからそこはやっぱ我慢しなきゃいけないと思うんだよね。そうか、そう、うん、だからそれはしょうがないよ。ファーストだって無理やりやらしてるわけだからさ、うん、昨年は、はい、あ今年か。だからそれはなかなかポジションをこうね、これが30発打つとか、はい、そうなってくるとポジション開けるよ。そうか、うん、だけどそこまでの選手じゃないからさ、うんうん、だからそれはなかなか厳しいよ。そうですね。ただやっぱこう宇佐美が桐生田でいるとかさ、はい、中島が控えてるっていうんだったらさ、うん、相手のベンチからするとさ、やっぱりちょっと厄介になってくるよ。そうですね、投手交代も、はい、ここ宇佐美を避けて左を出したら中島いるなってなってくると、やっぱベンチも多少考えるようになるよ、向こうだって。ですよね。今年まではその考える余地もなくピッチャー変わって誰が来て出てきても OK みたいな、はい、そのぐらいの戦力しかなかったわけだから、うん、それは苦しかったと思うよ、はい、でもある程度考えさせるだけのメンバーが揃ってきたということだよね。そうですね、うん、ベンチにいても相手ベンチをちょっと悩ませるような、はいはい、っていうところは控えができてるっていうところ、まあ、宇佐美はね、うん、そのバッティングがいいよ本当に、はい、まあいい選手だけどもポジションを開けるまでのっていうことではないと思うな。そうか、じゃあまあファーストはそういう形してキャッチャーもそういう形、はい、で次サードなんですけれども、はい、これサードってもう石川選手1本ですかね、決まりですか、ほぼここは。
まあその育てるんだったら1本で行った方がいいな、うん、もう迷わないで、もうとにかく体が痛いが痒いだろうが出るという、はい、うん、でも本当にダメだったらカリスタ持ってきたりだとか、うん、まあ、例えばその阪神から来た山本とか、あ、はい、まあ、そういった選手もいるからね。だからその石川選手もうかうかしてられないっていう競争心というか、そういうものが、まあそれはもちろんそうだよね、うん、結果の勝負だからさ、うかうかするっていうことはないとは思うけども、やっぱ怪我とかね、そうです、そうなんで計算が立たないような選手にはなってほしくないよな、うん、ただレギュラーとしてはやっぱり石川選手がまあ一番手というか、そうですよね、まあそりゃそうだな、うん、うん、でショートなんですけれども、はい、ただショートこれどう思います？ショートは俺は好きなのはカリステが好きだけどね。ああ、そっか、ね、それは今シーズンずっと言ってましたもんね、うん、まあリュークとか、はい、まあ、ルーキーで入った津田、はい、っていうのもいるし、村松はショートタイプじゃない、まあ、やっぱセカンドだろうなって、うん、でそこにプラス田中が入ってくるじゃん、今シーズン、あ、来シーズン、そうですね、うん、今シーズン棒に振ったね、はい、だからこの田中をショートで使うのか、うん、そうなってくると村松が来るし、あ、セカンドに、はい、でもセカンドに田中を使うんだったらカリステなのか津田なのかリュークなのか。でもリュークっていうのは本当にあの守備はうまいよな、はい、ただそのバッティングという意味ではさ、はい、やっぱこうちょっと物足りなさもあるしね、うん、だから最初は打てるバッターを出しておいてリュークを守備固めて使ってくるとかさ、うんうん、まあ、そういうことだってできるようになってくるよね。ですよね。カリステはその守るのはもちろん機敏ですし、その打つ方っていう意味でもユタさん、いや、もう慣れてきてと思うよ、うん、あの日本の野球にも慣れてきてるし、はい、だから来季早く見たいなっていう一人の選手だよね。ですよね、うん、あとルーキーのその津田選手がどこまでそのショートで、まあそうだな、はい、だからこれはまだ未知数だからわからないよね、うん、そうですよね、うん、それただやっぱ可能性は秘めてるということで、そうですね、うん、それ考えると今シーズンルーキーで出てた、ね、内野手 いるので、はい、すごいことでしたよねそれ考えると、まあそうだな、はい、でもそれが肥やしになって、うん、来季にね、はい、花が咲いてくればいいんだけどね。ですよね、うん、でそのセカンドなんですけれども、豊さんはセカンドは第一で押すのは田中だな、田中美希也選手、うん、あ、ただどうこの田中も1シーズンフルにっていうことはなかなかちょっと難しいだろうから、うん、村松が控えになるのか、はい、はたまたその津田っていうのが空いたところに、はい、はい、まあ、ショートからセカンドにコンバートして、うん、まあ、両方できるようにしとくと思うんだけども、はい、まあ、入ってくるのかとか、あと福永選手もいるよな、いますよね、うん、だからまあここら辺はね、経験はまだ浅いけども、選手としたらある程度のメンバーが揃ってきているということで、かなり激しいその二遊間争いにはなってきますね。まあ、激しいけど、まだまだ何の実績もない選手たちの争いだから、これからだよね、頑張ってほしいのは。そうですよね、うん、外野なんですけれども、はい、定位置というか、もう決まってるのは、まあ、岡林だよな、センター、はい、うん、まあ、細川はもう、今年のね、うん、活躍を見るとスタートから出るだろうな。ですよね。だからセンターとライトはもうまあスタメンがほぼ決まってるのかなっていうところで、うん、まあ、レフト、まあ、レフトだな。ここはやっぱ大島選手が今まで守ってた位置で、今シーズンって結構若手使ったりとか、うん、出たり、まあ、大島もフルにっていうことではないから、うん、まあ、例えば鵜飼がいたりだとか、はい、取った上林がいたりとかね、うん、あとブライトがいたりとか、はい、上林が、まあ、仮によ、うん、センターのポジションを守るとしたら岡林をライトで使えるという。ああ、はい、で細川をレフトに回せる、ね、そうしたら外野の布陣っていうのが、まあ、右の方向に打たれると、うん、やっぱり一三塁を作られたり三塁打になったりっていうのを防げるようになる可能性があるよね、はい、まあ、細川の守備だと肩はある程度強いんだけども、キャッチングキャッチという意味ではやっぱり上林の方が上だし、はい、まあ、岡林の肩、うん、いいね、総力、それ考えたらやっぱりライトに置きたいよね、うん、うん、センターってなかなかね捕殺って難しいんだよ。だから去年のライト岡林選手に一回戻す可能性もあるっていう可能性は、だからできるぐらいの布陣がある程度揃ってきたということだよね、うん、そうですね。ただそうですよね、鵜飼選手、ブライト選手とか若手も育てなきゃいけないっていうのももちろんあるんだ。いや、ただ立浪監督3年目、はい、勝負の年になってくるからね、うん、育てるというよりもやっぱ勝負に出てくると思う、うん、だからなかなかこう結果が出ない選手は使ってもらえないよ、我慢してくれないよ今年みたいには。いや、それはもうファンが黙ってないだろうし、うん、だからある程度の勝負っていう風にかけてくると思う、はい、あ、そうか。
実績はねある選手も取ってるし、まあ、クビになったとはいえね、はい、だからその力が本当に最大限に出してくれれば戦えるメンバーが、はい、まあまあ揃ってきたかなっていうような感じがするよね。ですよね。あとはその打順なんですけれども、はい、クリーンナップはまずどういうふうになりそうですか。まあ、ここから外国人を補強するのかどうかちょっとわからないけども、うん、まあ4番は中田、あまあそうかそうか、まあ、石川が3番5番に細川っていうようなね、はい、まあ、全部右になっちゃうけども、うん、そういうような形なのか、はい、それとも細川3番に持ってって石川を5番にするのか、うんうん、逆にするのか、うん、どっちしてもな4番の中田選手はもう変わらないってことですもんね。そのために取ってるからな、うん、そうですよ、変えないと思う。そこは変えない、うん、だから1番岡林2番大島、大島、はい、だ大島1番2番岡林でもいいし、うんうん、まあ、そこら辺はね、はい、そういうことを考えるとこの2人っていうのはなかなかしぶといしさ、そうですね、必ずどっちか出てるようなイメージがあるし、うん、はい、あとはチャンスを広げて返すかっていうのはね、うん、まあ、そういう攻撃になってくると思う。6、7、8は、まあ、そこは臨機応変にっていうことですかね。そうだな、まあ、6番、まあ、バッティングは本来木下っていいんだけどもさ、うん、はい、なかなかこう結果が出なかったよね、はい、うん、だから宇佐美をキャッチャーマスクとして被らせるんだったら、うん、まあ、6番を打つかもわからないけども、うん、はい、木下だったら7番ぐらい持ってくる可能性もあるし、はい、そうするとショートセカンドの選手が、まあ、6番8番だったりとか、でも田中を使うんだったら足も使えるから、うん、上位に持ってきたいよな。何でもできる選手だから、はあ、田中っていうのは細かいこともできれば試合巧者というかさ、うん、そういうタイプだけに2番に置いておくと非常に面白いかもね。ああ田中美希也選手、うん、だから大島を6番にして田中を2番にする可能性だったんです。面白い、そうなんですね、うん、あと8番とかって、まあ、阪神でいうところの木浪選手で8番ってすごくフューチャーされたんですけれども、何かそういったこう上につながるような8番を持ってきたりっていう可能性っていうのはどうなんですかね。だからカリステがどうなのかとか、うん、はい、だよな、うん、そうですね、カリステか俺はカリステ買ってるからいやそうだね、ずっとね、あとはやっぱりルーキーの津田を使うんであれば、うん、ある程度最初はまあ、7番8番とかそういったあたりからスタートするのかなっていうような感じはするけどね。まあよっぽど良かったら違うけど、はい、でもまあ最初はやっぱこうちょっと下位に置いて、まあ様子を見ながらみたいなね、まあ、そこに代打を送れるような環境を作っておいて、はい、っていうようなことかなっていうような感じがするけど、まあ、今のスタメンというか打順だったりとかポジションとかで選手ずらっと見てもどうですか、その攻撃力、足だったりとか長打力とかパンチ力とかそういうの総合的に見てこういろんな五角形のグラフあると思うんですけど、うん、来シーズンの中日ってまんべんなく綺麗に、まあそうだね、揃えましたかね、まあ、間違いなくその細川、中田っていうのは、うん、まあ、一発の怖さっていうのは相手は、はい、どの球場でやったとしても持って投げてくるだろうね、うん、まあ、だけどもうあんまり長打っていうのは期待しないんじゃないの、立浪監督、うん、中田にしたってそうじゃないの、うん、まあ、出てくれたらいいけども、はい、やっぱこう得点圏で打ってほしいっていう、はい、うん、そういうことは考えてると思うよね、うん、うん、だからそんなもう一発なんてもうあの球場で2年で本当に苦しんで、はい、なかなか出ないっていうのも、うん、もう改めて感じながら、うん、多分野球やってると思うんだよね、はい、ただやっぱ得点圏でどうランナーを返していくのか、うん、まあ、そういう形作り、はい、まあ、そういうのはなんとなく俺はできたような気がするね。おどうですか、来シーズン上位の方まで、まあ、機能すればもちろん、まあ、投手力がね、はい、もう本当に安定してるし、うん、いいと思うんだよね、はい、でバンテリンで防御率が素晴らしくいいと、うん、まあ、他球団のピッチャーもバンテリンではいいんだよ、はい、いやだけどそこで半分戦えるわけだからさ、うん、それを利点としたら、はい、それはやっぱ長打なんか打たなくても、まあ、僅差の試合を拾っていければ、はい、他の球場行けばこのバッティングだったら細川、中田、石川だったらホームラン打ってくるだろうしな、まあ、そうですよね、あだから戦えるよ十分ですよね。あと例えば0対0とか1対1で終盤まで行った時に代打中島選手とか宇佐美選手って出てきた時にまたこれが打点上げたりとかサヨナラだったりってありますもんね、十分、うん、あるからだからそうだな、まあ、楽しみだよな、ね、ただその今代打宇佐美、うん、中島って聞いた時に、うん、打った時にダイソーがいるなっていうような、まあ、
だからベンチに置く選手もちょっと今年とまた変わってくるかもわかんないね、うん、多分そうでしょうね、うん、やっぱ足っていうことは大事だな、うんうんうん、確かに大事ですね大事、はい、うん、だから走塁ということもすごく鍛えといた方がいいな。そうですね、うん、まあ、若手だったりとか、うん、そういった選手で、まあ、2軍から足の本当にスペシャリスト、まあそうだね、うんうん、ベンチに置いておく、そうだな、うん、だからもうビシエド使ってトレードだったら足の速い選手超もらってきた方がいいですね、うん、だいたい中日の試合って僅差になることが多いからね、多いですね、まあ、バンテリンでは特に、はい、そしたらやっぱこう走塁だとか足だとかそういったものっていうのはすごく重要視すべきだしね、はい、まあ、しなきゃいけないし、だからそういう意味ではベンチに置いとく人間っていうのはそれに長けてる選手っていうのがいるとすごくいいな。そうですね、さらに揃いますね、うん、そうだな、うん、はい、隙がなくなるよ。あ、そうですよね、うん、いやただね、今回そのベテランの選手だったりとか中堅クラスのすごい選手と取れたので、うん、ちょっと来シーズンの中日期待したいですね。いや期待できるよ。できますか、はい、楽しみです、はい。